皆さんこんにちは。今や NHK 朝の連続テレビ小説の主役を張るまでになった俳優の神木隆之介さん。子役時代から長年にわたり芸能界で活躍し続けている神木隆之介さんですが、芸能界には共演 NG が3名いると噂されています。そこで神木隆之介さんの共演 NG の芸能人3名とその理由、また熱愛や匂わせの噂などについて調べてみました。1995年の2歳の時に CM デビューを果たし、1999年の5歳の時にはテレビドラマ「グッドニュース」でドラマデビューを果たした神木隆之介さん。これまで数多くのテレビドラマや映画などに出演されてきた神木隆之介さんですが、以下の3名の芸能人と共演 NG と噂されているようです。それぞれどのような理由や経緯で共演 NG と言われているのか、情報をまとめました。1人目は俳優の吉沢亮さんです。神木隆之介さんと吉沢亮さんの共演 NG 理由は不仲だったからというものです。吉沢亮さんが2017年開催、アミューズ所属の若手俳優たちによるファン感謝イベント、ハンサムフィルムフェスティバルのインタビューを受けた際のことでした。アミューズの所属メンバーと仲が良いかと聞かれた吉沢亮さんは、そんなに仲が良くなかったと答えています。実は僕、出演し始めた頃は神木も含めて他のハンサムメンバーとそんなに仲が良くなかったんです。同じ事務所に所属していても俳優同士だとあまり顔を合わせる機会もなく、言ってみれば年に一度ここで会うだけ。当時はものすごい人見知りだったし、先輩後輩みたいなものも苦手で、皆と距離を置いていたと思います、と述べています。このそんなに仲が良くなかったという言葉から不仲、共演 NG なのではという噂に発展したようです。しかしその後は吉沢亮さんの意識が変わり、現在では神木隆之介さんと仲が良いとのことです。意識が大きく変わったのは2016年だそうです。自分より下の新人ハンサムがたくさん入ってきた時、打ち解けない先輩がいたらやりづらいだろうなと思って、これまでにないくらいいろんな人と話したし、稽古終わりにみんなで食事にも行ったりして、神木ともその頃から仲良くなりました。去年の今頃は2人で取材を受けてもぎこちなかったけど、今はめちゃくちゃ楽しくて自分でもすごく変わったなと思っています、と語っています。そのため神木隆之介さんと吉沢亮さんの共演 NG はデマだということが分かります。2人目は女優の上白石萌音さんです。神木隆之介さんと上白石萌音さんの共演 NG 理由は熱愛の噂があるからというものです。神木隆之介さんと上白石萌音さんが初めて共演したのは2016年8月公開の映画「君の名は」での声優を一緒に担当したことでした。その後2020年6月15日に宝くじ BINGO5CM で4年ぶりの共演がきっかけで熱愛を噂されるようになったようです。なぜ熱愛の噂が出たかというと、神木隆之介さんが上白石萌音さんのことを「萌音ねん」と呼ぶなど親しそうな様子を見た視聴者から熱愛の噂がささやかれるようになりました。2人の距離の近さを見たフォロワーから「付き合っているのでは?」との噂が広がったようです。しかし実際に熱愛がスクープされたわけでも、ツーショット写真が撮られたわけでもなく、あくまでも噂にすぎません。よって神木隆之介さんと上白石萌音さんの共演 NG もデマではないかと思われます。3人目は映画監督の新海誠さんです。神木隆之介さんと新海誠さんの共演 NG 理由は映画出演に NG を出したことがあるからというものです。神木隆之介さんの出演 NG が話題になったのは2022年11月公開の映画「すずめの戸締まり」でのことでした。新海誠監督は芹沢役に神木隆之介さんをキャスティングしたものの、神木隆之介さんに出演オファーを断られたとお話しされています。新海誠監督は芹沢役に神木さんをキャスティングした理由について、とても大事な役だからというのが一番大きいとした上で、見た目がチャラいホストっぽい感じだから、それにマッチする声の人は他にもいるのかもしれない。でもチャラさだけではない真面目さ、人を愛してしまう、人から愛されてしまうような人懐っこさが声の奥底に欲しかった、とコメント。続けて、
でも最初はちょっと NG が、と、当初、神木さんに出演オファーを断られたことを明かしました。出演 NG、共演 NG、と噂されるようになったようですが、その後、神木隆之介さんは新海誠監督からの電話での再オファーを受け、出演を決意したようです。神木隆之介さんは当時のことについて、芹沢の外見から、僕の一番低い声を出しても、この雰囲気からこの声は出ない。もうちょっと低いでしょ、って思ったんです、と振り返り。さらに、2016年公開の新海監督のヒット作、君の名は、でメインキャラクターの橘滝を演じた自身の経験を踏まえ、滝の声に近いから芹沢には見えないっていう感じになるんだったら、絶対僕じゃない方が良いって、お返ししたんですよ、と、神木隆之介さんならではの悩みを告白しました。よって、神木隆之介さんと新海誠監督の共演 NG もデマだということになります。2023年4月期の NHK 朝の連続テレビ小説「らんまん」主演を務めた神木隆之介さんは、以前から活躍する俳優ではありましたが、表立って何かで話題になることはあまりありませんでした。隣のお兄さん的な風貌で、特に可もなく不可もなしという存在でした。ですが、改めて見ていると、神木隆之介さんもいい年齢のようです。そろそろ電撃婚などという声も聞こえるようになりました。ここでこれまでに噂のあった女性について触れてみたいと思います。一人目は山本美月さんです。神木隆之介さんとは2012年に映画「霧島」「部活やめるってよ」で共演し、2017年にはドラマ「刑事歪み」で再び共演しました。二人ともアニメが好きで、撮影の合間も仲良くしていたので噂が出たようですが、その後彼女は俳優の瀬戸康史さんと2020年に結婚しました。二人目は北原里恵さんです。北原里恵さんは元 AKB48 のメンバーでした。現在は女優です。神木隆之介さんとは2013年にドラマ「家族ゲーム」で共演し、その際にキスシーンがあったことから大きな話題となりました。しかし、彼女が当時所属していた AKB48 は恋愛禁止ルールが厳しかったので、なかなか進展しなかったのではと思われます。その後彼女は2021年に俳優の笠原秀幸さんと結婚しています。3人目は広瀬すずさんです。彼女とは2015年にドラマ「学校の怪談」で初共演していますが、その時に神木隆之介さんが「すず」と親しげに名前で呼んでいたそうです。広瀬すずさんは誰もが認める美少女の女優さんです。噂になるだけでも嬉しいと思うのですが、これも仲のいい恋人未満な間柄だったようです。4人目は森田美衣子さんです。元グラビアアイドルでお天気キャスターだった森田美衣子さんとも熱愛情報が流れました。2015年に半同棲とネット上で騒がれたのですが、どうもこれは作られた話のようです。確かに森田美衣子さんは可愛い方ですが、この噂が流れた時に本人の母親が娘に確認したところ、そもそも神木隆之介さんのことを知らなかったというのです。5人目は志田未来さんです。志田未来さんは同じく子役出身の女優で、芸能人が多く通う堀越高校の同級生でもあります。高校時代も本当に仲が良かったようで、でもそれは遠慮なく本音をぶつけ合う兄弟のような関係だったようです。しかし2015年にフライデーに半同棲状態とスクープされ、かなり週刊誌でも取り上げられました。当時双方の事務所で交際を否定し、その後神木隆之介さんは佐野日向子さんとの熱愛が週刊誌で報じられました。その後志田未来さんは2018年に一般人男性と結婚しています。6人目は佐野日向子さんです。志田未来さんの次に名前が挙がったのがグラビアモデルで女優の佐野日向子さんです。2016年6月に週刊文春のスクープで発覚しました。その際2人は帽子、パーカー、 T シャツ、サンダル、マスクと全身お揃いの完璧なペアルックでバッチリ写真を撮られています。7人目は有村架純さんです。有村架純さんは神木隆之介さんより一つ学年が上の同年代の女優さんです。2017年に NHK 連続テレビ小説「ひよっこ」で主演を務めたので、その意味では神木隆之介さんの先輩になります。2人は2015年公開の映画
フォルトゥナの瞳で恋人役を演じました。その際の演技がとても秀逸だったらしく、本当の恋人になったかのように話題となったようです。この際も神木さんは有村さんのことをカスミンと呼び、とても親しげだったようです。8人目は水野美紀さんです。意外な勘違いで噂になったお姉さん女優もいました。2019年にドラマドクター孤島診療所で共演した2人が、同年12月に放送された行列のできる法律相談所にゲスト出演したことがきっかけです。テレビの告知欄の見出しが、神木隆之介&水野美紀夫婦のプライベートが丸裸にとなっており、これが勘違いを招いたのです。これは神木隆之介さんのプライベートと水野美紀夫婦のプライベートの2つを丸裸にするという内容だったのが、文字数制限のため苦肉の策でまとめた結果だったようです。よくよく見るとアンドの後ろに半角のスペースが入れてありました。9人目は上白石萌音さんです。女優や歌手として活躍している上白石萌音さんとも噂が上がりました。2人は2016年公開の映画君の名はで声優として初共演しています。こちらについては先ほど取り上げたので省略します。さて話は変わって、俳優に声優にと大忙しの神木隆之介さんですが、実は生まれてすぐに生存率 1% の病気にかかっていたといいます。新生児の頃の病気ということで、本人には記憶がなかったと思われますが、幼いながらに自分の命について考える機会が多かった神木隆之介さんは、存在自体が奇跡ということになると思います。はっきりとした病名が発表されていないため何の病気だったのか不明ですが、生後間もなくかかることがある消化管の重度感染症という情報があるので、その線で病名を探ってみました。たくさんある中で先天的な原因が大きいのは非行性幽門狭窄症、異軸捻転、先天性腸閉鎖症、腸狭窄症、腸回転異常症ですので、残った4つが怪しいと思われます。消化管穿孔は生後1ヶ月以内の赤ちゃんによく発生します。症状はまず赤ちゃんの元気がなくなって、ミルクを飲めなくなったり吐いたりするようになります。徐々にお腹が膨れ硬くなってきます。消化管穿孔と診断がついたら何らかの手術が必要になります。最近は低質性体重時の増加が原因で、むしろ死亡率が増加している疾患です。神木隆之介さんの病気は感染症だったということで、これを読む限り一番可能性が高そうです。いかがだったでしょうか。今回は神木隆之介さんのこれまでの活躍と私生活について深掘りしてきました。神木隆之介さんは新生児の頃にかかった重い病気から奇跡的に助かり、その思い出にと母親が事務所に応募したことがきっかけで子役として活動することになったことが分かりました。神木隆之介がかかった病気について詳しい病名は明かされていません。 NHK 朝の連続テレビ小説ランマンにて主役を見事演じきりました。長丁場の撮影にもかかわらず無事に終了したことは、俳優としてもさらに一歩レベルが上がったのではないでしょうか。そろそろ結婚という素敵な報告が聞こえてきそうです。今後の神木隆之介さんの活躍に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。